アルテリッカリッカリッカ。スターダンサーズバレエ団の渡辺京子です。今日は迫田さんにお話を伺いたいと思います。藤原歌劇団公演蝶々夫人で題名役をやらせていただきます迫田美穂と申します。よろしくお願いします。蝶々夫人のお話について伺いたいです。蝶々夫人は日本の長崎が舞台でして、アメリカ人の海軍のピンカートンと結婚した蝶々さんが捨てられてしまって、最後には自害するという悲しい話です。演じていて難しいっていう役ところあるんですか？そうですね、一番難しいと感じるのは一幕でが15歳なんですが、二幕になると18歳になっていて、さらに子供を産んでいるという設定なんですね。その時差というか、その蝶々さんが本当に少女から一人の女性になっている、その変わり目っていうのが一番こうどう演じようかなって今も悩んでいるところです。見どころは何ですか？見どころは何といってもこの舞台ですね。藤原歌劇団が30年以上を上演し続けている演出で、伝統の舞台で、舞台装置も全て日本式ですし、衣装も全てかつらをかぶって着物を着てっていう、本当に日本の舞台なので、綺麗だなって思っていただけると思います。迫田さんにとって一番のおすすめポイントはありますか？おすすめポイントはやはり一番有名な二幕に出てくるある晴れた日にという曲です。もちろん有名な曲っていうこともあるんですが、この一曲の中に蝶々さんのこれまでの3年間の思いだったりとか、これからの期待だったりとか、いろんな気持ちが入っている曲なので、お客様もそうですし、私自身もすごく気合が入る曲なので、この曲だけはしっかり歌いたいと思います。楽しみです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。4月27日、28日藤原歌劇団公演蝶々夫人、私が出るのは4月28日です。皆さんぜひお越しください。せーの、アルテリッカ。